日ハム、CS 確定。日本ハムが6年ぶり、新庄監督就任3年目で初の CS 進出を決めた。決定の瞬間は両手を挙げてガッツポーズし、喜びを爆発させた。超満員のスタンドが歓喜で揺れた。1点を追う4回には、4番レイエスが弾丸ライナーでレフトフェンスオーバーに運ぶ同点ソロ。そして6回、3番清宮が高い弾道で宇宙間席に運ぶ13号勝ち越しソロ。夏場以降、絶好調の2人の本塁打共演で逆転に成功した。レイエスは、スイングルームでキャッチャーの視点になって考えていました。アウトコースのボールが多かったので、3ボール1ストライクからは外の変化球を狙っていましたと振り返る。真ん中外より、低めに入るツーシームを狙いすました一撃だった。CS 進出決定まであと1勝としてから2連敗中だった。清宮は、今日こそ CS を決めたいですし、絶対にヒロミさんに勝ちをつけたいと熱くコメントした。最多勝を争う先発、伊藤は3戦連続完封こそならなかったが、9回完投1失点でリーグトップの14勝目。初回1アウト1、3塁から浅村にタイムリーヒットを浴びて先制点を献上。2試合連続完封、22イニング連続無失点だったが、初回で途切れた。それでも2回2アウト満塁のピンチで小深田を三振に切って切り抜けると、3回以降安定した投球を取り戻した。退任の噂が出ているけど、ここまで来たら日本一になれるまで続けてもらいたいな。これで伊藤は最多勝と最高勝率のタイトルは確実かな。ソフトバンクを倒してぜひ日本一になってください。かずみ崩れ落ちるの再来だけはご勘弁ください。ホークス頑張れ。よくあの焼け野原から3年で A クラスにしたな。中日とはえらい違いだ。打率3割に復帰した安打製造機のシホース頼みや。CS 進出おめでとうございます。待ってました。伊藤博美は大エース。清宮レイエスは欲しいところでホームラン、最高。CS 頼むぞ。あのチームが出たら日本シリーズ観戦したくないので、日本ハムに勝ち上がってほしい。ずっと、信じて応援してきました。CS 進出決定、本当に嬉しいです。日本シリーズにも、連れてってください。嬉しいニュース。ここからは CS からの下克上日本一に期待、頑張れ。就任初年度のことを思えば、新庄日本ハムもかなり成長した印象がある、監督選手含めて。CS に止まらず、日本シリーズをエスコンで、